日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ちな、ちょ、四角いプチケーキ4種類を食べたいと思います。左上からコーヒーケーキ、香り立つトリュフショコラ、生キャラスイーツ、多分キャラメルですよね。一瞬キャラクターかと自分思っちゃいましたけど、そんなわけないよね。焼きモンブラン、どれも美味しそうですね。では、最初は、その、どんなキャラクターじゃなくてキャラメルが入っているのかわからない。キャラスイーツからいただきたいと思います。なんか、ブラウニーに近い印象ですけど、実際、同じのが、なんか、見た目は小さいかと思うんですけど、結構ずっしりしてます。なんだろう。少し重めの、なんて言ったらいいのかな、わかんない。うまく例えられませんが、味はどうなのかな。ではいただきます。四角いけど結構重量があって食べるのが楽しみになるケーキだなと思ったんですけど、実際食べてみると、これ結構すごいな。しっかりと感じられるし、何より、うわ、パッと目が開くようなものもあれば、まったーに優しさに引き出されるようなものもあって、本当に美味しいわ、これ、どこのお店のケーキなのかわからないのが本当に残念。わかれば、お店を探して、買いに行けたらいいんだけど、ね。と、まあ、ちょっと悲しくなるような発言も出ましたけど、それぞれのケーキの詳細なレビュー、この後すぐにやりますね。それでは、いきまーす。ごちそうさまでした。4つとも、生地は結構ふわっとした食感になっていて、中にそれぞれの味のクリームやペーストなどが練り込まれている。シフォンケーキとは違うな。やっぱりガトーショコラに近い食感です。で、それで、最初の生キャラスイーツは結構キャラメルが甘めで、噛んだ瞬間にふわーっと甘い味が広がってきたので、甘いキャラメルがお好きなのであればおすすめです。次に食べた、こちらの、これだ。トリュフショコラ。結構チョコレートが苦めなんで、大人向けのケーキになってます。ただ、トリュフチョコの割にはクリームの溶けがいまいちだったので、ちょっと思ってたのとは違いだなぁと思いました。で、こう、続いて食べたコーヒーケーキ。コーヒーの苦味が結構グッとくるんで、甘くないケーキがお好きなのであれば食べてほしいです。ラストに食べた焼きモンブランは、なんかもう、モンブランというよりは栗きんとんに近いようなペーストの溶け方をしていました。ですが、栗の甘さ、美味しさはしっかり感じられたので、今回食べた中では一番おすすめです。特にあなたが栗好きなのであればぜひ食べてほしいです、ね。というわけで今回は焼きモンブランを代表として5点とさせていただきます。それでは、寒中水泳、すっとこどっこいを、泳ぐかな。いや、泳いでどうするの、水に浸かってなきゃ。いや、それも違うか。というわけで、今日は少し見た目に反して重さがあるずっしりケーキ4種類を食べていました。あなたの気になったものはありましたか？もしあるのであればぜひ食べてみてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。本日の演目は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただけると嬉しいです。ではまた次の演目でお会いしましょう。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。